はいどうもご視聴いただきありがとうございます。この動画では南沼エビの飼育から繁殖に使えるおすすめの水草の紹介と、その水草の特徴だとか導入することで得られるメリットなんかの話をしていこうと思います。まあ、なのでこれから南沼エビを飼育しようと考えている方はですね、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。では早速なんですけども、今回紹介する南沼エビの飼育から繁殖におすすめの水草というのは、まさに今映っているこれがそうなんですけども、これアクアリウムではめちゃくちゃ有名すぎる水草なんで、すでにご存知の方も多いかもしれませんけども、これはウィローモスという種類の水草になります。このウィローモスっていうのは、こんな感じで成長するとですね、まあ複雑な茂みを形成していって、まあ草木が生い茂ったような感じになるのが特徴的なんですよね。で、この茂みがですね、南沼エビの隠れ家にもなるし、まあ、さらには水草自体がエビの餌にもなるんですよ。まあ、ウィローモス自体が南沼エビに食べられてボロボロになるって心配は一切なくて、水草に発生する細かな苔だとか、あとは水草が枯れてしまって柔らかくなった部分などが餌になるって感じですね。まあ、できればですね、エビ専用の餌を与えた方がいいんですけども、水草が生い茂る水槽では、餌を一切与えなくても普通に生きてきます。で、南沼エビを繁殖で確実に増やしたいっていう場合は、南沼エビだけで飼育するのが望ましいんですけども、こういったウィローモスを茂らせた水槽だと、まあ、熱帯魚とかメダカを混泳している水槽でも、エビの赤ちゃんの生存率がめちゃくちゃいいので、そのことからもですね、このウィローモスは南沼エビにぴったりの水草って言えるんですよ。で、ちなみになんですけども、南沼エビの飼育から繁殖に関しての詳しい動画っていうのは、こちらの方でも紹介していますので、もし気になる方はですね、ぜひチェックしてもらえばと思います。で、次にこのウィローモスの特徴だとか、導入することで得られるメリットなんですけども、まず最初に挙げられることとしてはですね、もうとにかく育てやすいっていう点ですね。水草っていうと育てるのが難しい種になってくると、やっぱ二酸化炭素の添加が必須だったり、なかなか高価な照明器具を用意した方がいいなんてことがあるんですけども、このウィローモスに関してはですね、二酸化炭素の添加を一切しなくても、育成が簡単にできます。さらにはですね、照明もそれほど気にしなくても大丈夫です。まあ、極端に言ってしまえば、薄暗い場所に放置していても立派に成長してくれるぐらい、育成が簡単な水草なんですよね。まあ、なので、初心者でもめちゃくちゃ簡単に育成ができます。で、そして二つ目の特徴とかメリットなんですけども、それはですね、鑑賞価値が高い。まあ、見た目がいいってことですね。で、このウィローモスの特徴というのは、こんな感じでもっさもさの茂みを形成する水草で、まあ、こういった森のようなレイアウトを作ることもできます。で、ちなみに、アクアリウムコンテストって検索すると、すごい作品がいっぱい出てくるんですけども、そのほとんどにですね、このウィローモスが使われてます。まあ、それぐらい綺麗なレイアウトを作るのに、もう欠かすことのできない水草なんですよね。で、こういった茂みもですね、自分で簡単に作れて、これはですね、流木とか石にこのウィローモスを薄く乗せて、まあ、釣り糸などで巻きつけて、あとは成長するのを待つだけですね。で、成長してくれば複雑な茂みを形成していって、もう勝手にこういった森のような茂みを形成してくれます。
で、このウィロモスには根っこがあるので、時間が経つと流木とか石に活着してくれて、後から外れてしまうっていう心配がないんですよ。で、一言でウィロモスって言っても、実はめちゃくちゃ多くの種類が存在していて、日本の川でも自生している水草でもあるんですよね。まあ普通にウィロモスって表記されているものでもいいですし、今映っているこのウィロモスっていうのは逆三角形になっているのがわかると思うんですけども、これはですね、南米ウィロモスっていう種類になります。まあこのように見た目は同じなんだけども、成長の仕方に違いがあったり、あとはですね、見た目から違う種類もありますので、まあこのあたりはですね、自分好みのものを取り入れてみるといいと思います。まあそんな感じで、このウィロモスだけで、初心者でもかっこいい水槽が作れてしまいますので、まあ鑑賞価値の高い水槽が作れるっていうのも、このウィロモスならではの特徴であり、メリットだと言えます。で、そして次に三つ目の特徴とメリットなんですけども、まあこれはですね、水草全般に言えることなんですけども、水質の浄化作用があるっていうことですね。まあつまり水をきれいにしてくれる力があるってことですね。で、生態を飼育していると、アンモニアとかアショウ酸、硝酸塩といった有毒な物質が発生するんですけども、水草からしてみれば、こういった物質っていうのは、ただの栄養素に過ぎないんですよね。まあ、つまり水草が生態にとって有毒な物質を栄養として吸収してくれるので、それが水質浄化作用につながるってことになります。まあ、なので、生態を飼育する際は、水草を導入した方が飼育が楽になるって言いますよね。ちなみに、成長の早い水草ほど水質浄化作用が強いって言われますけども、このウィロモスは比較的成長の早い水草なので、まあそれだけ高い水質浄化能力が期待できると言えます。はい、そんな感じでここまでまとめてみますと、南沼エビ飼育にウィロモスがおすすめの理由としては、まず一つ目が隠れ家として最適ってことですね。それから、水草自体がエビの餌になるので、餌に困らないという点があるということですね。そして、ウィロモスの特徴だとか導入するメリットとしては、まず一つ目が育成が簡単ということと、で、それから二つ目の鑑賞価値が高い水槽が簡単に作れる。で、最後三つ目の水質浄化能力が高いといった感じですね。まあ、これらのことをここまで紹介してきました。で、このウィロモスはですね、成長しすぎるとトリミングだとか適度に間引くなどの手入れが必要になってくるんですけども、そうやってトリミングとか間引いたウィロモスを使って、また新たに茂みを作るを繰り返していけば、永遠と増やしまくることができますので、これかなりコスパがいい水草でもあるんですよ。このウィロモス自体はかなり有名な水草ですけども、まあ、このように流木とか、あと石とかに活着させて、それで普通に育成するだけで森のような茂みを形成するっていうのは、これはですね、他の水草にはまずない魅力がありますので、南沼エビのいる水槽に水草を導入する際はですね、このウィロモスを取り入れてみるのもいいかと思います。まあ、特に南沼エビの飼育だけではなくて繁殖とか、あとは他の生態との混泳水槽ですね。そういった水槽では特におすすめの水草だと言えます。まあ、ぜひご参考にしてもらえればと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。